やっぱり移住っていうのは本当にいろんな精神的にもいろんな面でなんか縛られると嫌ですね。できない。自由でいるってのは結構難しいです。今自分の人生振り返った時に冒険しています。でも僕の場合は自信っていうよりなんとなくいろんなことを挑戦するのが結構最終的に好きですね。なんかいつもなんとなく自信はないけど挑戦するのがなんとなく僕の人生かなと。高田健三です。1939年2月27日生まれです。デザイナー。そうですね、僕姫路で、だから僕の子供自体ってのは終戦から始まるって感じですね。うちはあの待合みたいなことをやってたんですよ。でもちろん戦争での焼けてのまた始のうち始まるのに1年半2年ぐらいかかったと思うんですけど、戦後の暗い時代にそういう綺麗な着物とかそういうものを、そういうお茶屋みたいなあれですから結構女性の関係とかね、そういうのが多かったんですよ。芸者さんとかそういうのが入ってきたり、なんかその点ではね、今の仕事につながったのかなと思うんですけど、そういう小さな時のそういう待ち合いとかそういうことには僕の、その時は感じなかったんですけど、少しずつそういうことに関心を持ってきたり、高校の時僕の姉さんが、洋裁学校行ったんですよ。それを見てたらやっぱり綺麗な生地を使ったりして、なんとなく何やってんのかなってずっと見てたんですけど、それで僕の姉さんに高校のあとその洋裁学校に入れるか聞いてもらったんですよ。男子はダメですって。それで入って神戸行ってる電車の中で、入って1ヶ月ぐらいか1ヶ月半ぐらい経ってからの電車の中に、東京の文化服装学院っていう服装学院が初めて男子の、学生が入学したって大きな記事が出たんですよ。僕もお母さんにすぐに話しました。行きたい行きたいって。いやとんでもない。もちろんうちのお父さんっていうのは男の子がの要塞なんてとんでもないって言って、もちろんで、まあ東京に行こうそういうお金も出せないし、で僕はでもどうしてもなんか行きたくて、学校をやっぱストップして6月7月8月の間アルバイトしました。9月に両親反対だったんだけれど、僕は自分で決めて少しのお金をアルバイトで貯めたお金で東京の友達のうちに行ったんです。文化へ入ったけど最初の1年間は本当に基本的な絵とかそういうんじゃなくて、もう塗ったりそういう嫌な仕事なんで、塗ったりね、製図をしたりで、2年目からのデザイン科になったんですよ。それでガラッと変わって急にすごく面白い。外国に行きたかったのはもうもちろん小さい時から憧れたんで、特に文化の洋服デザインも勉強し始めてからやっぱりっていうのは一度は行ってみたいって、そういう場所だったよね。ただそういう外国に行くこと自体が大変難しい時代だったし、そういうことはそう気持ちだけでそういうことが現実になるとは思ってなかったです。
出ても何にも本当にちょこっと電球がついてるような感じで本当に寂しい、あれこれがパリかなと思ってびっくりしてました。それでもう本当に10時間12時間ぐらいも歩きっぱなしでしたね。パリの洋服ってと僕なんか日本で作ってた洋服と全く違うんですよね。日本って本当まだその当時は安い既製服ぐらいしかなかったんですね。すごいじゃないですか完成度が、素材もカットにしても全部いろんなものが僕なんかが関係した日本のファッションと全く違うし、違う世界次元だったもん。日本でも今まで僕デザイナーと思ったけど、いやちょっとねすごいショックだったから、ひょっとしたらどうしようかなと思いましたよね。住久仁子さんとか高田芳さんとかね、そういう3、4人聞いたことあるんですよ。パリでも仕事できるかな。いやどんなん絶対無理です、日本には無理って。もしどうせ日本に帰るんだったら運は試しでの絵を描いてパリのどっかのデザイナーに見てもらう。サントノーレ毎日通ったんですけど、サントノーレにエリアの前にルイフェロってお店がある。そしたら本当に想像もしなかったんですけど、そのルイフェロの奥さんらしい人が絵を見てくれて絵を5枚買ってくれたんです。で大きなすごい今初めてフランスでパリで絵が売れたなんて想像もしなかったから、もうすごい刺激になりましたね。ですごい急に元気が出て、またいっぱい描いて、ランデブも何もしなくて突然行って、それで人生が変わりました。それからすごく早かったですよ。すごくいいと良かったのは、いい時にそういうことをやっ、ちょうどそのタイミングが良かったと思うんですよ。そういうどんどん変わってる時期に来て、で70年まだプレタも何も きちっとなってない時に仕事を始めたり。Quand ils arrivaient en France, toutes les emmanchures étaient complètement serrées, les gens étaient guindés, etc. Et il a donné de l'ampleur, il a porté la coupe des kimonos, les coupes à plat pour les tricots, etc., qui ont complètement dégagé les gens. Il a mélangé les imprimés fleurs avec des écossais. Il a pris ça, il a tout mélangé. Il a aussi apporté les mélanges de couleurs, le rose et le rouge, ça ne se faisait jamais avant.Le coton en hiver, toutes des petites choses comme ça qu'ils ont maintenant aujourd'hui partout et qu'on ne s'en rend pas compte. Et entre autres, les grandes vestes déstructurées avec les très grandes épaules, les pantalons courts et tout ça. C'est des choses qui étaient dans ces collections en 77-78 et maintenant c'est dans la rue. Donc, そういうものを使ったりなんかしたんで、いわゆるパリのファッションの規則に全く関係なかった。そういうなんかなんとなく自由なエスプリってのそういうものが受けたんじゃないかな。やっぱり自由っていうのは本当にいろんな精神的にもいろんな面でなんか縛られると嫌ですね。ここできない。もちろん自由でいるっていうのは結構難しいですよね。キンコン、これそうですね、70初めての香水ですけどね、75、6年から少しずついろんなところから香水をやらないかという話が結構来始めたんですね。それで僕なんか若くて生きがってるところですからね、といやもし香水やるなら自分たちでやるなんて言ってやったのがキングなんです。ちょうどその頃ね、初めてね、79年に始まったんですけど、ちょうど僕ディレクターと喧嘩し始めたんですよ。いろんな会社のディレクターと、全く僕の会社の方が
ぐちゃぐちゃになったので、もうそのまま放りっぱなしだったんです。1年ぐらいで会社、その香水のあれはなくなりました、うん、86年頃からあの会社も少しどんどんのあの勢いが新しい組織になって、どんどん元気が出てきて、それで85、6年頃からもうあの香水を作ったらどうかって我々会社の中での始まったんですよね。それでいろいろあの作り始めました。で僕それすごく面白かったのは、僕何も分かんなかったんですけど、まあいろんな経験いろんな経験させてもらいましたね。まあいい経験の経験の方が多いですけど悪い経験、きつい経験もいっぱいあります。で今の、僕人はね、やっぱり自由じゃないとこもあるんですよ。例えば建造、まあ、そういう効果あります。建造を売ったとか大きな失敗結構ありますけど、でも結構自分で分かったのは、自分では経営とかそういうことは絶対に無理だってことだとか、そういうことになりました。失敗しても絶対に頑張ることです。そういうことを経験で学びました。なんか目的とかなんかあれがそうやりたいなんかがあるってことがすごく僕の経験があったら、そういうことをもやりたいっていうことを持つことがすごく必要だと思うんだよね。絶対に何かはチャンスはあるはずですよね。なんとなく。Ça, c'est pas des qualités. Siège intensif. C'est-à-dire ? Siège intensif, c'est-à-dire tu peux t'asseoir dessus là. Oui, oui. Après, et ça ? Ça, c'est semi-intensif, c'est-à-dire tu préviens les clients. Oui. Voilà, que c'est siège entre guillemets un peu d'apparat. Là, mais tu peux pas, tu peux pas mettre ça sur un canapé où tu regardes la télévision tout le temps. Ouais, celui-là, oui. Ça, non. C'est beau. Magnifique. Hein. Ouais, hein? C'est très beau. Super beau. Ça, c'est super. Ils ont légèrement de bon. C'est un peu plus flat que la dernière. Mm. C'est super. 僕はもう60歳の時に仕事しなくてもいいと思ったんだけどね。結局この20年間やあの教えられたのは、本当仕事をこれからもできる少しでもやっていきたいって感じ。C'est super, hein? Mon Dieu. Et ça. Qu'est-ce qu'il y a?Être impressionné, c'est incroyable, impressionné, c'est incroyable. Impressionné, c'est magnifique, hein? Ouais, j'adore, hein? Oui, on pense la même chose. Ah, c'est magnifique, magnifique. Et tout le monde qui voit, vraiment, ils sont tous étonnés. Et c'est et toi, raffiné, hein? C'est raffiné, c'est chic, c'est chic. Original. Et c'est quand même ton image et la suite de ce non, que non. t'as été. Et vous avez, non, vous avez tellement de travail. Le travail, c'est que vous avez tellement一人でできない時もあるでしょ。だからいろんな人との一緒に仕事やったりして、そういうのが何となく形になってきたりするのも嬉しいし、si on résume、ah oui, ça c'est les kikou. Kikou? Oui. Est-ce qu'il y a un mot pour dire vase? Ah, oui. Tsubo. Tsubo. Tsubo, c'est un peu comme ça. Ah, c'est rond. Oui. Ah. Moi, j'ai un peu. T'as réfléchi. Flushing, don't fit. Arrête, Game, on rentre sur une plage, dame, n'arrête pas. Là, on a fait tous les accessoires. Oui. Alors,
ça, c'est une proposition de pouf, pouf simple. Oui. C'est un pouf carré. Oui. Et une face différente. Différent. Voilà. À moins qu'il y ait des choses que tu ne veuilles pas. Ou ça, si tu veux le modifier. Modifier, si oui. Si ça ne te plaît pas, il faut dire très, très, très vite. Si tu dis je veux celui-là avec celui-là avec celui-là, ah. Tu peux. Tu sais, on a encore le temps de modifier là. Non, ça va. Oui, ça va être bien. Tu attends de réfléchir jusqu'à demain. D'accord, oui, oui. Quand j'étais jeune, j'avais pas peur. J'ai pas fait n'importe quoi, mais j'avais moins peur. Maintenant, avec l'âge et tout, petit problème qui vient, gros problème, ça fait beaucoup de stress. J'ai pensé quelque chose comme ça, très très simple. C'est quelque chose de, qui est assez simple, mais est-ce que ça manque de couleur. Je ne suis pas sûr, qu'est-ce que je fais, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est bien. Mais en même temps, je suis très très content de travailler sur ce projet. Oui, oui, oui. Je trouve que ça c'est bien comme. C'est plutôt design que décoration pour, oui. Selon du meuble. Je trouve que ça sera. Ah, c'est bien, c'est très joli hein, comme, bon. Comme rythme. もちろんすごいプレッシャーもありますよ。でも結構わかのいろんな人が一緒にやってくれてるのでエキサイトです。本当数少なくもいいけどそういう人がいてくれてたのやっぱり孤独でもなくなるし。でも どうやって生活するか分かんないけど東京行ったりでの文化も文化入った時も家族の反対だけど入ったの行ったとかでやっぱり僕今そういうふうに考えるとやっぱり僕自身も結構な冒険をしたので冒険やってなかったらひょっとしたらまだずっと姫路でねどっか の会社に仕事をしてるかもしれないし、だからすごい冒険は冒険とやっぱり良いいいチャンスをもらっていい時期に始めたりいい人と会ったりそれが僕にすごいいい経験と人生をもらいました。仕事自身は何かやるっていうのは僕好きですね。そうですね、僕本当今がバカンスとか結構多いですけど仕事をまだ80歳になっても仕事やるの面白いです。